おはようございます。2024年の10月の10日になりました。デリーコヒーランスの時間です。今日もよろしくお願いします。じゃん。今日はご覧の通りゲストが来ています。島田圭介さん、この本を訳してくれた方です。紹介する前にちょっとここを読んでいいですかね。長年人生を充実させる秘訣について探求してきた末に、私はハートフルネスことこそがその道だと信じるようになりました。それはスタンフォード大学でこのことについてコツコツ粘り強く科学的な探求を進め、実験を重ねてきたからです。マインドフルネスの授業はやがてハートフルネスの授業に発展しました。点々点。もしよければ読んだ後、誰かと話してみてください。学びは人の間で最良のものになるからです。さあ始めましょうって書いてある。こんな本です。これを訳してくださったのが、今ここにいらっしゃる島田圭介さん、お久しぶりです。お久しぶりです。ユミさん、ゲンさん、ありがとうございます。本当はに、い。この本は友人から教えてもらって、私たちがいつもね、マインドフルからハートフルって言ってたんですよ。何年ぐらい前から。ゲンさんがトレーナーになったから、だから2017年とか、まあ、前から言っていて、そうでで、すか。そしたらそういう本があるっていうのを、これはいつだったの ?2020 年、知らないでずっといたんだけども、この間、福岡に行った時に教えてもらって、早速。ああ、そう、そう、そしたら、ごめんね、だからあなたといかに付き合ってないかっていう、疎遠になってたっでていも面白いご縁でよかったです、こう。の本の。ね、ハートは橋であるみたいなとこが書いてあったけど、本当に橋です、ブリッジっていう。ブリッジ本もブリッジになるなと思いました。ありがね、とう。本当に嬉しい。こうやって再会できるってありがたいですね。そうですね。私がまだアナちゃんがベイビーだった時にあなたと会って、で、ケイスケさんがアナちゃんの本、アンナおばさんだっけ、なんかアンナっていう名前の絵本をくれたの覚えてる？ああ、なんかちょっとぼんやり覚えてる。今言われて覚えてるんだけど、でも抱っこしたらすぐ泣かれちゃって、全然ダメだったの覚えてあ、る。泣いたんだ、そっか。そう、それでもうね、すっかり女性に大人になりましたよね。当たり前のことだけども、本当に。はい。24歳、今、医学者を目指してるよ。これからまた大学に戻る。あ、そう。やっぱり20年ちょっとだそと思う。二十数年。うだね。お互い20年、年を重ねたということです。はい。そうですね。生きててよかったと思うけど、本当に。はい。そうだよね、ケスケさん、そうだ、大変な時もあったもんね。そうそう。まあ結構波があるからね。躁鬱の波っていうのが、もともとそういう症状を持ってるので。でもまあ、波乗りをしています。波乗りをしてるんだはね。い。波乗りをやってる。なんか、いや、もうハートフルについて、あと、6時10分から私たちのフリーランスっていうのをグループで始めるから。あと5分ぐらい語ってくださいね。ぜひあれですか、体験したいんですけど、コーヒーランスも。あ、もそちのろん、まま先生と言って参く加だしさい。て大丈夫？はいもちろはい。ん。これスティーブンさんとすごく綿密に話し合いながら作ってったんですよ。っていうのは、この英語の原文がまああるわけだけれども、それがいささかちょっと古くなってきてる。で、それで著者である彼自身が直したいところが結構出てきたわけです。それでもちろん出版社に許可を取って、こことここ書き換えたいと。で、だいぶ書き換えてあるんですよ。だから日本版でしかない部分がだいぶあるの。うわー、すごい。じゃあ、もともとの原著は何年に出たんです何か？年ぐらいだろう。ここ扉に書いてある、どっかに書いてあるんだよね。これは2012年に日本で発最刊初、ですけど。コピーライトを元のは。2018年。なるほどね。いささかって言ってもそんなでもないね。これ19年か、20年ぐらい出てるから。でも、やっぱり読み直したら直したいっていうので、まあもちろん直接お会いしたんですけれども、お会いして話して最初はね、それでそれからズームでこうやり取りしながら、だいぶ、あ、ここはこうした方がいい。それから特にね、この中で、開かれた弱さっていうふうに訳した部分があるんだ。バルネラビリティっああ、ていう。確実にね、私だってたちも僕、
るんだ、それどうやって訳す？ 開かれたプ弱ログさ。ラビリティについて、彼もある程度は日本語がわかるので、奥さんそれで日本の方なので、奥さんも交えながらね、バルネラビリティでどう訳そうかっていう話になって、これを開かれた弱さっていうふうにかなり踏み込んで訳したんです。で、これすごく重要な言葉だと思うね、バルネラビリティって。で、ただ弱くてくじけてしまうんじゃなくて、かといって何かその強さでもない、強さって言い切ってしまうのもおかしい。弱さを開いた時に全てとつながって、そして何かこう本当にハートが橋になるっていうような、そういった内容の本なので、ここを僕はじゃあ開かれた弱さってもうあえてしたらどうって言ったら、すごく賛成していただいてですね、それでそういうふうにしたんですね。これは重要な言葉だと思ってるんですよ、バルネラビリティって。ありがとう。私たちもね、ニーズの言葉にも、あとそれから感情でも、ね、あるんですよ、出てくるんですあ、よ。そうね、ありますね、ありますね。NVC の中でね、なんて訳そうねっていつもね、困るんですよね。難しい。弱みをさらけ出すこととか、そんな風に訳してますかね。ました。開かれた弱さ、ちょっと検討してみますね。確かはい、一つの案としてですね、この本ではそれを採用しました。ですから、その彼と話しながらやるなんていうのは、こんなに綿密に話しながら著者と打ち合わせながら仕上げていくっていうのは、この本だけなんですよ。そんなに普通は著者とね、年中やり取りできないから。だけども、編集者を飛び越して著者とやりながら、そしてもちろん編集者もそこに巻き込みながらやったみたいな、そんな感じでしたね。大和書房っていうこの出版社さんはね、これね、大和書房って呼ぶんだよ、大和書実房さん、ごめんなさい、覚えてないな。大和書房さんから出したよね、私たちね。は。ああ、そうですか。生活のすすめの書簡、すぐ絶版になっちゃったけど、青い本。大和書房だっ大たでし和書ょ？房か。だったと思う。で、その後、行動出版から再版されてるんだけど、売れなかったんだよね、私たちの書いた本。初版だけで終わってしまった本があってね。青い、自然派生活のすすめ、違う、蝶がついて、蝶、私、超嫌だって言って取ったんですけど、本は難しいよね、本当に。生活のすすめっていう本をこの出版社が出してるから、あーって思ったんですよね、大和。あ、そう。直子さんっていう編集者だったと思う。まあいいや、あまりにも昔なんで覚えてないけど。いやー。いや、嬉しいです。でも皆さんで読んでいただけるのね。やっぱり翻訳するとね、やっぱり読んでいただけるのが一番だから。これ、ハートフルネス。いいタイトルだと思います。まさに、バッチリ。もう大好き。これを広めたいと思ってるんで、ちょっとこれ引きますね、この本もね。ぜひぜひ、一緒に、僕もまた読み返しますっていうか、ね、それは年中読み返したわけじゃないんだけど、だいぶワークショップで使いました。だいぶワークショップで使った。すごくいろいろ載ってるんだよね。実際にこうやってみようみたいなのね。だから、ぜひ使ってください。使う。とても嬉しいです。ハーまトマた。ス研究所は知ってる？読んだことはある、その説明についてね。でもそんなに詳しくは知らないんだけど。自分たちの本出すわけです。これ今年出したのよ。ああ、本当に。ああ、はあ、はあ、はあ。2016年の本を、ちょっとなんだ、書き直したんだよね。2021年ぐらいにね。その最初。玲子さんから聞いてます。辰巳玲子さなるほどね。まあいいや。それとこれで、仲良くします。はい、ありがとでは練習う。して、頭、心臓、お腹、まっすぐにしてください。よろしければ、手のひらは胸のあたりです。軽く目を閉じて、ハートフォーカス。Well, we'd like to invite you to daily coherence. Just feel your head above your heart, above your belly, and put your hand to your chest area and close your eyes lightly if you will. Heart focus.意識を下へ下ろして、あなたのハートに集中します。Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. ハート呼吸。
Heart breathing. まるで心臓から息をするように、普段よりゆっくり深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you're breathing through your heart. よろしければ5秒で吸って5秒で吐きます。Breathe in 5 seconds. Breathe out 5 seconds, if you will. Heart feeling. Heart feeling of appreciation. あなたのハートを感謝で満たします。Fill your heart with the feeling of appreciation. ありがたいなという感謝の気持ちで、ハートと顔が笑顔になります。And now you can make a big smile in your heart and on your face with the feeling of appreciation. ハートが感謝で満たされたら、全身に広げていきます。When you feel your heart is filled with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. その時、体の気になる場所があれば、そこに感謝を向けます。And if you have any part of your body with concern, you may just focus your energy of appreciation to those areas.全身が感謝で満たされたら、周りの人へ送ります。And now you may radiate your energy of appreciation to all the people around you. あなたの家を感謝で満たします。Fill your house or room with your energy of appreciation. 家族と友人をハートに招待します。You may invite your family members and friends into your heart.今、コヒーランスに参加している一人一人に感謝を送ります。Extend your energy of appreciation to each one participating in this daily coherence at the moment.一人一人に健やかさ、心の平安と思いやりを送ります。Extend your energy of well-being, peace of mind, and compassion as well to each one on this call.私たちが感謝、健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで一つになります。And now just feel we are united as one with the energy of appreciation, well-being, peace, and compassion. そのエネルギーをあなたの町の人へ送ります。
and then extend that energy to the people of your town and city. あなたの国の人へ送ります。Extend that energy to the people of your country. 大陸の人へ送ります。Extend that energy to the people of your continent. 地球のすべての人に送ります。Extend that energy to all the people on this planet. 今、地震や自然災害、戦争や暴力の影響を受けている人に安心と安全を送ります。Extend your energy of safety and security to the people affected by the earthquakes and other natural disasters, wars, and violence.私たち全員のエネルギーで地球を包みます。And then embrace our Mother Earth with all our energy. そのエネルギーを地球のすべての命に送ります。And then extend that energy to all the living beings on this planet. そして空へ、宇宙へと送ります。Then extend that energy to our sky and universe. 最後にもう一度、そのエネルギーを自分自身に送ります。And finally, bring that energy back to yourself. ハートフォーカス呼吸を続けます。Keep heart-focused breathing.私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやり、安心と安全のエネルギーで、お互いと地球、そこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったなぁと感じたら、目を開けてください。If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, peace, compassion, safety, and security, please slowly open your eyes. からブレイクアウトルームを作らせていただきます。ここは自己表現をしたり聞いてもらう時間として使ってください。いらっしゃい。ケスケさん、よかったらこのままここにいて、まだ聞きたいことがあるんでいいですか？はい。私たちがこのコヒーランスを伝えていることの一つはね、レジリエンスってあるじゃないですか。レジリエンスを高めようとしているんですよ。何があっても大丈夫っていうね。いつでも準備ができている状態。ケスケさんに来てもらいたい。ケスケさん。ブレイクアウトルームに行ってしあ、まにえこたっんじゃないかな。ちゃったんですね。言ってくださいって言ったの分かんなかったですね。はい。それを聞こうと思ったの。まあいいや。
誰かと一緒にゲスケさん喋ってるでしょうね。ゲスケさんどこ行ったんだ。部屋に行ってちょっと伝えてきます。本当に行ってきてもらっていい？いなくなっちゃったよ、でも。いないよ。どこにも行ってないような気がするけあ、ど。そう。外出したのかもしれないね。朝はね、苦手なんだって言っていました。あ、そうか。そう、今日は。で、昨そう日もだよね、ね。昨日も実はね、廃棄したまま、大私がすっ体ぽかね、したんだよ。まあ翻訳やってる人とかね、あ、夜中だよね。いろいろ私研究も、してる人。編集とかライター業の時は、本当に夜中起きてやってたな。朝方寝てたな。あ、お帰りなさいかな。ケイスケさんいます？あ、牧野由美ちゃんありがとうございました。あ、さっきよく見たらば、大和書房ではなくて、大和出版でした。失礼しました。訂正させていただきます。私たちね、超自然派生活のすすめっていう、ハーモニクスライフっていうのを書いてるんですね。大和出版でした。大和書房と大和出版は違いますよね。間違えていたので訂正させていただきます。まあ、記憶っていうのはね、本当に頭はね、正確じゃないことが多いです。ルチアに候補としてる。したよ。そう。戻ってきました。おかえりなさい。ここに行ってって言ったのは、ここに行ってって意味だったの、ごめんね、お明確伝えしました。に。ありがとう、戻ってきてくれて。ありがとう。迷子を すいません。R スポットライトしで、たいです。はい。せっかく会えたんでね。はい。あの時と同じ場所に住んでるの？あの時どこだっいやいた？や、もうかなり移り変わって、今は、神奈川県伊勢原市というところに住んでる。伊勢原市にいるの。私たちそうそうね、そう。なんだっけ、大和市だっけ。そばじゃない？大和市にい大た。和市は、あ、同じ沿線かもし、あ、沿線っていうか小田急線でしょ？その時は相鉄線の大和駅って、まあ、そっか、小田急も入ってた。相鉄線、そうそう、交差にして住んる。でた。1いや、年どこにいるか全然わからないので、ああ、というそこのは、は、そこは大和市？そこで1年間家探しをして、ここ、南足柄市大雄山というところに家を。僕はそこに住んでました。南え？足柄市。っていうか、いや、2人で来てくれたのは南足柄市だったでしょ？覚えてない、い全や、然。空中散歩をやるので、避難するって言って、お子さんを連れてうちに泊まりに来てくれたことがあったんで。空中散布難民になってました、よくね。その時に来たのが南足柄市の大雄山の近くですよ。本当？じゃあ、その時にそうそうそう。目があったんだ。ええー。車で来たよ。そう車でか。来たでしょ、子供連れ多て。分車じゃないかと思う。おむつ担いでるから。今話してて思い出したけど、大雄山は僕は、ね、長く住んでたところで、大雄山の近くね。そうそう。そう。いいとこだね。すごくいいところ。お寺すごいし。西条寺があってね。ご縁があったの。ごそう縁そうそう。があった。圭介さんのご縁でここに呼ばれたのかな。いやー、全然それはわからないけれども、天狗のご縁でしょ。ね、お参りに行ったの、そのお寺さんに。家がもう2年間も見つからなくって。大和のお家がもう出なきゃいけなくって、もうお願いだから、なんか家を見つけたいので、お願いよくあったなと思うけど、あの山の中じゃない、もちろん山の奥には家がないから、あの辺の集落でしょ？駅の近く。します。そう、田んぼ入った入り口の集落なんですよ。橋ああ。渡ってすぐの左側、なんだっけ、飯沢っていう集落。ああ、旅館なんかはポツポツあるけどね、昔のね。よく知ってる、よく知ってる。どうで地す元か。だから。三好屋っていうさ、あるまあ、ある。さんから1分のとこだ。橋ああ、は、じゃあすぐだ。そう、わかるわかる。1から5分です、歩いて。わあ、それはいいとこ見つけたね。近いし、本当にいいところ。条件だけで探しててね、駅から5分、そばに温泉がある、うそう、わ。ホームセンターっていうか、スーパーとかそういうのがある。で、東京まで近い。まあ、新幹線だと1時間で行けるんですよ。ああ、そうですか。まあ、僕よく知ってるけど、
僕の今のうちも山の中の一軒家で駅から歩いて来られるとか、全部条件がね、ぴったり、まあ、焚き火ができる、それから森遊びができる、畑もできるっていう、そういう条件が全部揃ったとこじゃないと住まないって決めて見つけたん。で、決めて見つけると見つかるでしょ？見つかった。もうぴったしね。の、翌日に出てきたの。天狗さんうにお願い。わ。翌日に出てきて、もう即決買いますって、その場で。じゃあ、そのやっぱり天狗の縁でしょ変だう。ね。まあ今日お前、ちょっとそう。そう、俺。だから僕らもここに来たのは、もう全部条件を決めて、それで見つけた。でも2週間かかったけども、スタートしてから。2週間うでん。す。2週間と2年間はだいぶ違いますね。私、あ、そうか。あ、全合計でね、2年間っていうことね。2年間かかったの。だから家あの家借りてて、もうそれ出てかなきゃいけなくなって、あ。ああ、なるほど。もうギリギリで見つかった。差し迫ったことがあった。でもまあ、よかったですね。そこを本当に第二のふるさとぐらいに親しく思ってずっと住んでたところだから、そそのう。近くね。え、じゃあ、ご飯食べに来て。ご飯食べに行く。ご飯食べに行く。2週 う間ち。か。っていうことは、基本的に日本にいるときはそこにいるっていうこと？そう、そう。今あ、までは、す。流浪の民で、本とかいっぱいあるのに、それを担はい。いで、講演とかセミナーとかやってて、うんうん、大変だったの、それが。あ、今度ね、なんだっけな、ワールド、DUB っていうダンスがあるんだ、大雄山で、10月17日に、それに僕行くよ。DUB って何？DUB っていうのは、いわゆる平和のダンス、なんとか、もうダンスユナがイテッドピース。BYB じゃない DUB だ。DUB だったと思うな。海藻屋って知ってる？海はい、藻そ屋。うよ。うん。宗谷が日本に持ってきて、それでみんなでそれを今全国に広めてるんだよね。海そ藻れ屋、で、いいよ。海藻屋に聞けばよくわかる。え、海も来んの？それは11月、こんなになんかパーソナルな話してていいの？みんな興味ない。すいません。はい。11月の2、3って、なんかニューヨークからそのダンスの先生がやってきて、ワールドピースダンスみたいなね。そしてそれでワークショップやるんだって。それはこちらの丹沢の方なんだけど、でも僕その時ちょうどいられなくって、いやー残念だなーって言ったらば、その10月17日に大雄山のお手屋でお部屋を借りて、そのダンスを、寺ワールっドてピーどこ？スダンス、あワのおールド寺？ピース、そうそう、お寺大雄山西条、私絶対行きたいけど何やってる？私ダメだ。17自時分がワークショップやってる。ダメ講座やっだ。てる。いや、残念。でも、もし11月2、3が空いてれば、それはすごい僕行きたかった。おすすめ。丹沢のどっか、ヤドロギとか山の中でやるみたちょっとハワイ行くのを伸ばそうかな。い。まあ、でも、帰られたら伸ばすの？海外よく知ってるよ。詳しいことはね。あ、でも後でリンクを送ります。そちらの11月のやつは、Facebook で募集してるから。踊って平和っていうのはすごく大好きです。なんこかのね、後その、踊るんですよ。ああ、そうですか、いいね。昔、和尚のコミュニティなんかでよくやってた、いろんなこう伝統から来た、いろんな音楽を使って、それで本当にいろんな、伝統の音楽をバックにして、それをみんなで踊るみたいな感じみたい、こう輪になってね。で、僕ずっとやりたかったんで。ここにいる皆さんにも情報を共有しますね。800はい。人見てやるんですよ、この人たちの。ああ、いいでそうすですか。リンクをね、この後すぐ送るので、由美さんのメッセンジャーで。か。お願いぜしひま広めす。て。なんか友達が昨日送ってきたんで、だからもちろん、宗谷会も来るから、11彼も月のいいやつだから、会って。30分です。はありがい。とう。島田さん、ありがとう。今ありが日もご機と嫌でいようね。また会いましう。ね、やありりがまとう。じゃあ、またメッセンジャーで送ります。皆さんも。がとうございました。ありがとうごあざりいがましとうごた。ざいました。ありがとうございました。母ささよん、な久ら。しぶりです。ああ、いろんな人がいる。ああ、ふみさんだ。ありがとう、ありがとう。ああ、いや。すごいね。これ、かつ、プランベーチの人と一緒に行ったよ、平和記念公園。ここで演奏しました、この前で。